ヒトモトススキ族クラディアムは、カヤツリグサ科の植物の族の一つ。日本では、ヒトモトススキのみを含む。ヒトモトススキ族は、大柄ながっしりとした多年草である。しばしばほふくを出す。缶はやや三角の断面を持ち、その基部からよく発達した葉を多数出す。葉は細長く三列に配置、その縁は強くざらつく。葉は肝の節からも出る。 果樹は副塩水果樹をなし、個々の果樹は三棒状になる。それぞれに多数のコボがつく。コボは2かそれ以上の少数の花を含み、いずれも両性花。それぞれの小花がは輪辺に包まれて密なコボになる。輪辺は螺旋状に配置。小花は火肥やその葉生物を持たず、おすしべとめしべのみからなる。おすしべは2個、時に3個。 メシベの中等は三つに裂ける。下中の基部は幅広くなり、メシベの先端と連続し、この部分は果実の成熟時にも残る。果実はやや扁平な三両形の断面を持つ。また、その表面がコルク状になって、角化状になる。果実とメシベの基部が幅広く接続するのは、真珠が野族などにもあるが、この族はシユコと花である。また、花や子母は、 三日月草族に似るが、こちらは小花に花火碑に由来する下がある。また、果実が活化状になる点は独特である。アンペライ族はそれらの点でも共通だが、葉が円筒化扁平な断面用であり、二列性となる、点で異なる。また、火中の器部の様子も異なる。世界の熱帯に、一部は団体にかけて、約五種が分布する。日本には、 本州南部までに分布する人元すすきがあるのみ、直接に実用的なものはない。ありがとうございます。